いつもご覧いただきありがとうございます。商業時計店高田です。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。はい、今回の動画では、機械式時計はどうやって保管するか、時計を持つと必ずやってくるこの保管方法についてお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは今回は、機械式時計はどうやって保管すべきか、こちらについてお話をしていきたいと思います。機械式時計を持つようになると必ずついて回るのが保管方法、時計を危険にさらさず安全に使っていただけるように解説していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは行ってみましょう。まずですね、保管する場所を決める。まず第一に決めなければならないのが、この保管する場所を決める。当たり前のことに思われるんですが、結構ざっくばらんにどこに行ったかわからないなんてこともあったりするわけなんですけれども、いつも置く場所を決めておくことで、紛失の可能性は大幅に下がります。所定の場所にですね、置くことによって、なくす心配がまずか、そこを心配する必要がなくなるという意味でも、保管場所を決めておくというのはかなり有効だと思われます。保管場所を決めるにあたってですね、避けるべき場所というのがあります。まずこの避けるべき場所というのを考えておきましょう。まずはですね、高所、よく、あるのがタンスとか物置の上に置かれる人もいらっしゃるんです。だ、特に懐中時計がリスキーなのが、チェーンが垂れ下がってしまってそのまま落としてしまうと、無意味に高いところに置いているので結構破損のレベルが上がってしまうということもありまして、できればあんまり高いところには置かない方がいいよということになります。お次はですね、家電品の近く、やっぱりこう時計の天敵の一つである磁気、現代はですね、至る所に磁気を発するものがありますので、タブレット端末であったり、スマホはもちろんのこと、テレビのリモコンなんか、家電品を避けていただければなと思います。お次はですね、衣服の中、特にこれは懐中時計なんですけれども、懐中時計だけに衣服の中に入れて保管するわけなんですが、入れっぱなしにしておくと、自分自身でかっちり管理している人はまだ可能性的には低いんですけれども、実際に被害があったのが、洗濯機に入れて回してしまったと、奥さんが服を洗濯してしまったとか、実際それは3件4件ぐらいは記憶にあるだけでもありますので、避けていただければと思います。洗濯機に回してしまうと間違いなく中のオイルとかグリスなんかも流れてしまうので、分解してそして注意をすると、でついでなんで部品もちょっときれいにしようかなんてやってたら、結局オーバーホールと同じ費用がかかりますので、ぜひ気をつけてください。そんなことあるかっていう人ほど結構やったりしますのでお気をつけください。あとはですね、高温多湿、やっぱりこう湿気もですね、時計を劣化させる原因の一つなんですね。意外に湿気が溜まる場所、部屋の中でもこのエアコンの近くとかですね、そういったところでちょっと風当たりが強すぎるとか、強かったらまだ乾燥するかもしれませんが、僕も実験してみたんですけれども、会社のところで風当たりがいい場所に川ベルトを置いて保管してたんですが、しっかり汚れが落とせてなかったっていう原因もあるんですけれども、見事にカビだらけになってしまったという経験を持ってますので、保温多湿も必ず避けていただければと思います。はい、お次にですね、保管の方法、こちらについてお話をしていきたいと思います。一番安全なものはコレクションボックスとかケースに入れて保管するということです。外敵からの損傷といいますかね、攻撃もないですから、腕時計であればワインディングマシーン、またはコレクションボックスなんかに入れておいてしっかり保存するのが、最も安全に使えます。お次に、商業時計店でも販売しているスタンド、ウッドスタンドなんですけれども、これなんかも1本において1個使えますので、コレクションの数に応じて増やしていけると、時計としても使えるっていうメリットもありますから、そのスタンドに設置していただければなと思います。お次はですね、平置き、時計を外して腕時計でも懐中時計でもそうなんですが、どっかに置いておくと。で、僕は寝所に置いてますので、パッと顔を上げたら見れるように横向き、つまりスタンドに置くか、こういうふうに横に置くかってあるんですけども、よくこれで精度がどう影響してきますかってあるんですけれども、人間の性格と一緒、そこまで幅広くないんですが、個体差があります。精度が悪かったりとか、えらい誤差が出たなっていう時は、その姿勢差が
関わっている可能性があるので、いろんな方向で試していただくと分かりやすいんじゃないかなと思います。最も多いのはこの文字盤上にしておく。これ時計を整備する、もしくは作る技能士さんなんかも置いて作ってますので、で一番文字盤を上にしてこの計測することも多いですから、基本この向きでは進みがちになるのが当然かなと思います。であとはこの横向けたりとかですね、トゥールビヨンとかではないですから、やっぱりどうしても姿勢によってこのかかってくる重力とかもありまして、精度の誤差というのが発生します。なのでそういうところも踏まえて、どの姿勢が一番狂いやすいかなんてものもちょっとお時間かかりますけども、何日間かかけて測っていただいて、あ、この向きならあんまり誤差少ないなっていう向きが決まれば、そちらにしていただければと思います。本当に時計が全く見えなくなりますけども、文字盤下なんかでも実際やられている方もいらっしゃいますので、どれがいいかっていうのは一概に言えませんけれども、その時計に応じた角度がありますので、そちらで試していただければと思います。まとめとしてではですね、時計というものは精密機器であります。精密機器なので、周りの環境によって劣化スピードが早まります。この時計というのはどうしてもその作り上げられたものですから、自然に生きているものではないので、自然治癒ということはないです。なので最初の新品当初を100点やとすると、あとはもう減点するしかないんですが、減点するスピードというのはその時計を持つオーナー次第ということになります。長く持てるように常日頃の保管方法というのはかなり大事になりますので、気をつけていただければと思います。そういったご相談なんかも結構いただくことはありますので、もちろんオーバーホールとか、定期的なオーバーホールはもう元寄りの話です。それだけは絶対に守ってやっていただければと思うんですけれども、保管方法なんかも結構店頭で、店頭でお話するときはよくフランクに話できるんですが、ぜひ、時計お買い上げの際なんかに、ご相談いただければと思います。それではですね、今回の動画は以上となりますが、先日ティソのシースター1000をお買いのお客様ありがとうございます。ブルーのインデックスもかっこいいかなと思うんですけれども、今までシースターの2600m 防水のかなりでかかったんですね。あっちの台盤の方が僕は印象に残ってたんですけれども、シースター1000新しく出てからですね、40mm ということもありますので、日本人向けのサイズになってます。今回お買い上げになられた方も体型的には全然痩せ型の方なので、日本人らしい人も似合ってましたので、40mm がしっかりマッチしてました。ぜひですね、詳しくはページの方をご覧いただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。こちらの動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。では失礼します。